犬真似たふりをする愛犬の意思表示。飼い主が出かけようとしていて不満だから、犬が寝たふりをするのはあなたが出かけようとしてて不満やからやねん。一緒に連れて行ってもらわれへんのかってふてくされて寝たふりをするねん。出かける直前になって寝たふりをすることってない？帰宅した時のお出迎えはしてくれるけれど、出かける時のお見送りは絶対にしないっていいことはない？寂しいし退屈やし、でも連れて行ってもらわれへんしってちゃんと理解して不満な気持ちを表してるねん。こんな時の寝たふりをしてるサインは、自分のベッドに入って出てこないこと、ソファーに寝転がって起き上がらないこととかがあるねん。実は目はしっかり開いててあなたを追ってるんやで。お散歩に行きたくないから。犬が寝たふりをするのはお散歩に行きたくないからやねん。トイレトレーニングができてる犬の中にはお散歩に行きたがらないことが意外と多いねん。トイレはお家の中でできるし、運動だってお家の中でできるし、わざわざ外に行かなくてもって考えてるのかもしれへんな。それなら楽やん、今日は行かなくても良いかなってあなたは思うかもな。そうするといざお散歩に行こうとした時、寝たふりをして仕方ないなってあなたに許してもらおうとするねん。こんな時の寝たふりをしてるサインは、その場で寝転がって目を閉じることやねん。お散歩に行こっかって言われた途端、気持ち的には眠くなってしまうねんで。飼い主の怒りを鎮めたいから、犬が寝たふりをするのはあなたの怒りを鎮めたいからやで。家具や物を噛んで破壊するとか、大きないたずらをしてしまってあなたに叱られてしまったんやな。他にはイライラしてるあなたの態度を見て不安になって緊張して寝たふりをしてごまかそうとしてるんやで。ケージやベッドで体を丸くして眠ってる愛犬の姿を見た時、なんだか哀愁が漂ってるように見えて、なんであんなにきつく叱ってしまったんかなってあなたの方が反省する気持ちになってしまうことがあるやんな。あなたの怒りを鎮めるために、反省した態度を示す方法は寝たふりをするのが一番いいって考えてるんやで。こんな時の寝たふりをしてるサインは、体をきっと小さく丸めて寝てることで体調が悪い時にも見せる姿に似てるんやで。嫌なことをされることが分かったから、犬が寝たふりをするのは嫌なことをされるのが分かったからやで。トリミングに連れて行かれる、病院に連れて行かれる、これはあなたがキャリーバッグやクレートを用意してる時に察してしまうからやねん。シャンプーをされる、爪切りをされる、ブラッシングをされる、歯磨きをされる、こんなお手入れをする時にもあなたはこっそり用意をしてるつもりやけど、愛犬には簡単にバレてしまうんやで。こんな時の寝たふりをしてるサインは、いつもと違う場所で寝ることやねん。自分のベッドやケージの中、ソファーやクッションなどお気に入りの場所じゃないねん。身を隠したい、居場所を知られたくないって気持ちがあるから、いつもはくつろがないような場所、寝ることのない場所に隠れるようにして寝たふりをすることがあるねんで。まとめ。飼い主が出かけようとしていて不満だから、お散歩に行きたくないから、飼い主の怒りを鎮めたいから、嫌なことをされることが分かったから、愛犬の行動にはどんな意味が隠されているのかっていう探求心を忘れんといてな。